柳生新眼流の流僧竹永隼人は各流の奥義を極めた後に将軍家指南役だった柳生田島守宗則公に師事修行を重ね一流を創始して柳生新眼流の名を許されたと伝えられています。竹永隼人は晩年現在の宮城県の北にある高塚にて過ごし多くの門弟を指導いたしました。その後中高の祖小山左衛門生草などを経て幕末へと続き仙台藩養賢堂の武道教授となった。名人星貞義らを輩出いたしました。そして星彦次郎は昭和11年有心館を創立し初代館長となりました。同時に第17代宗家を襲名いたしました。現在は第20代宗家星則夫先生が提唱しております。技の特徴として基本型28箇条を基本とし体術から棒術などあらゆる武器術に至る一貫した上達方法をとっております。
その時期は1700年代後半と推測されている。明治維新で薙刀も一旦は衰えたが、それを盛り返したのが安田大蔵や三浦栄四郎などである。明治末になって男の指導者が絶えると、安田大蔵の妻安田真紀が後を継ぎ、大正時代以降は女性師範が伝統を守り、平田真由美先生に続いている。肥後古流薙刀は刃先四尺、柄四尺の大薙刀で、この八尺の大薙刀を用いての繰り出し繰り込みを特徴とし、刃筋六通り、突き切り、引き切り、上げ切り、掛け払い、殴り、砕きを基本とする。手数少なく一刀必殺の術である。2番手は網元大臣として、今は静か。